皆さんこんにちは、こんばんは、アサです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、海底後空母のですね、アップデート後のポベタの、動画になります。こちらですね、実況解説していきたいと思います。まあ、大きくまずポベタ変わった点についてはですね、今まで爆弾のですね、爆撃機の爆弾が直当てですねできていたんですけども、まあ、今回のアップデートから爆弾の直当てがですね不可能になりました。まあ、これによって大きく何が変わるかというとですね、攻撃をするタイミングがですねワンテンポ遅れるですね。まあ、もともと正攻法にですねラインを投げている方はいたらですねそんなに変わらないんですけども、直当てをね主に使用しながら攻撃運用していた方にとってはですねかなりの、やりにくいところの要素の一つになってきたんじゃないかなと思いますので、それも踏まえた上でやっていきたいと思います。まあ、見ていただく通りですね、ポベタですね第一ラインですね、一番手前の爆弾の跳ねるところがですね白色ではなくてですねオレンジになってますので、爆弾がね飛び跳ねないよという形になってまして、まあこれはね、今回のアップデートになりましたので、まあ白色のところは爆弾が跳ねて飛んでいくよというところなのでやっていきたいと思います。まあ駆逐対空砲、まずつけましたんで、そのままですね対空砲の方に、ね、飛ばしてですね攻撃していきます。まあ、大体第2ライン、の僕はね揃えていくようにしてますけども、まあ、あとはまあ対空砲が発動してから空母がですね、空母じゃない艦載機が降下してですね、しっかりと、攻撃のライン、まあ、収束ですかね、コメダのあのラインがですね収束するまではね結構距離が短いし、早いので、まあちょっと爆弾はかなり精度が落ちてくるところもあるんですけど、まあ、どうしても精度を上げようってなってくるとかなり手前から降下して攻撃のモーション入らないといけないんで、そうすると結構見つかったりしてですね早めに気づかれてですね艦を立てられてしまうということが結構ありますので、僕はまあ大体第2ラインのところを目処に攻撃していきます。これもね対空砲反応してるんでね、およそこの辺かなと思って攻撃を流すんですけど、まあ、これはねちょっとあいにく外れてしまったよという形になります。まあ、よくあの対空砲で炊きながら、煙幕炊きながら、攻撃戦している駆逐の方いらっしゃるんですけど、まあわりかしね対空砲プラス砲戦してるとですね、結構安易にですね、位置が割れる可能性もあります。まあ主砲のね、前部と後部ですね、まあ一斉射してる方もそうですけど、順次でもそうですけど、まあその2つの砲弾の中心がですね環境ほぼ環境になりますので、そこが中心線だというところにイメージして、なおかつ対空砲がですね動いてなければ、動いてないというよりはその対空砲は、まあ、走れば流れていくんですけど、流れてなければそこに留まっていると、まあ、どちらかの方に流れるようなモーションがあれば、そのままね前行進してるというのが判断つくので、おおよそそっちの方に攻撃していくかな、しやすいかな、当てやすいかなって言われるんで、まあ、もし駆逐の方乗ってる方いましたらですね、空母戦では対空砲、煙幕入るときは対空砲切ってください。切っていただいてですね、まあ、それでもですね、砲撃戦する場合はですね、定期的に前へ後ろへ前行進していただいて、軸をずらしていただくと、魚雷やね、爆弾とかに攻撃当たりにくいかなと思いますので、そこはね、ぜひ参考にしてみてください。で、敵の駆逐いますんで、このままね、攻撃していきます。ちょっと直線的には、攻撃ができないので、ぐるっと回ってですね、いいポジションにアプローチしてくるように、やっていきます。まあ、このまま駆逐消えちゃうんですけど、これで空、駆逐煙幕焚いていますが、そのまま攻撃流していきます。このように対空砲先に反応してますね。ちょっと島手前側ついてますんで、そのまま島の手前側にイメージしてやるんですけど、まあ、芝の手前側についているっていうことは、要は前進できると座礁する可能性があると思ったんで、今ちょっと後ろ目に投げたんですけども、まあ、更新はしてなかったので、ほぼ前段当たらなかったっていう形なのでね、ちょっとね、軸をずらされてしまったっていうのが本当のところなんですけど、まあ、そのまま味方の駆逐と、回転してますので、そのままね、味方の駆逐の、生かすためにも、再度攻撃していきます。ちょっと大回り側ですね、膨らんでアプローチしていくと、しっかりと軸が合わせやすいので、まあ、真横にね、しっかり取れるようにやっていって、流していきます。で、ちょっと精度がね、爆弾の収束の精度が欠けてるので、今みたいに一発であったりとか、手前越えちゃったりとかすることはやっぱ多々あるんですけど、まあ、しっかりとそのままでもダメージを与えればいいんでね、まあそこにいるよっていうマップに表示してあげることも大事ですし、少しでもダメージを与えることによって味方の駆逐艦がね生き残れるのあれば、それに越したことはないので、空母はですね引き続き優先的にですね駆逐を狙ってあげるのがいいかなと思います。
このまま、敵の駆逐も探したいけど、実際こうなってくると艦載機の足が届かないっていうのと、まあ、どこにいるかっていうのも見当もつかないので、まあ、実際難しいのでね、ちょっとね戦艦にとりあえず見当たるしというか、まあ、目星がついた戦艦がいるのでそれを流していきます。でこういうとこもね、規則をスティックを手前に引いて減速しつつね、ちょっとレティクルを合わせてあげてですね、新艦作動距離のギリギリで、落としてあげるんですけど、敵の戦艦はねちょっと見てたのかな、艦載機の動きをちょっと予測されてたのかな、減速テンダーでしっかりと避けられてしまいましたね。あのまままっすぐ進んでいけばほぼ全段命中だったんですけども、ちょっと避けられてしまったかなと思います。で引き続きそのまま継続して攻撃していきます。たださっきのですね、戦艦ですね、これがちょっと僕の発見と被ってしまったので狙われるといけないので、ちょっと集中的に先に、狙っていきます。まあ、今回のアップデートで、やっぱ空母はですね、比較的前に結構出ているっていうのもありますし、攻撃、まあ、戦闘中に早めに発見されてね、早く撃沈されてしまうっていう要素は結構増えてきてるとは思うんですけども、まあ、こういったところでですね、やっぱり自分が前進すると発見される範囲もでかいので、まあ、母体はねしっかりと、戦況に応じて前行し、一概っていうのは随時必須なのかなと思いますので、まあ、それもね艦載機の取り回しにも大事ですけど、母体の取り回しもなお大事だよっていうのが、あると思います。このまま雷撃していこうと思うんですけど、敵が倒してくれたので、そのままそれで戻して爆撃に変えて、駆逐艦狙っていきます。まあ、構成的には戦艦4の空母1が僕らを自陣のチームで、敵は駆逐に戦艦に空母1で5隻、お互いに5隻になってるんですけども、まあ、このまま狙っていきたいんですが、まあ戦艦からするとね、巡洋艦ももういなくなってしまって駆逐に対応できる、まあですね、船っていうのはまあほぼ空母になってしまうので、ここはしっかりと先に駆逐を狙ってですねやっていきたいと思います。で今まで通りですね、まあ、艦載機がもう、メトリがほぼできなくなってきた今の環境下になってくると、まあ、レジェンズ側、サービス始まった当時のようにですね、メトリをする艦艇っていうのがですね、ほぼ駆逐っていうのはもう決定的なものになってしまったので、駆逐乗る方ですね、キャプと占領とメトリ、これがね非常に重要になってます。撃沈はね、見たらもう味方の後ろの戦艦や巡洋艦がやってくれるんで、まずはとりあえず生きて見てあげるっていうのが大事なんで、そこはね、新しい、まあ、もともとやってる方はあれかもしれないですけど、今後、新しくプレイされる方や、今プレイされたばかりの方、いたらですね、ちょっと参考にしといていただけたらなと思います。これは、駆逐も一式、爆撃で落としたんで、そのままやっていきましょう。僕はね、基本的にポベダを攻撃、まあ、ポベダを使うときは基本的にね、爆撃で、の運用をしてるんでね、まあ、戦艦や巡洋艦が多い戦況でも僕は爆弾を結構運用しますね。このまま対空砲先に反応したので、対空砲の方に向かって艦載機アプローチしていきます。でちょっとね、自分のイメージした位置とちょっと違ったんで、ちょっとずれちゃったんですけど、これがまあうまいこと斜めにしっかりと入ればですね、まあダメージも1万近く入れてあげることはできますので、まあ直撃じゃなくてもですね、当てることさえできれば、まあ今までと同じように駆逐に対しては脅威っていうところは変わりませんので、そこはねいいのかなと思います。まあ今叩いて隠れようとしますけど、そのまま継続してちょっと早めに打つと、ただその爆弾が飛んでから敵までの弾着するまでのその時間は、まあ、いわば戦艦とか巡洋艦で言ったら偏差の時間になるので、ポベダの反潮爆撃の場合はそこの偏差を結構取らないといけないんですよね。でその距離が、要は爆弾の飛び越える距離が長ければ長いほど敵は手前に回避しやすくなるので、当てにくい、当たりづらいっていうのは増えてくるので、僕はだからその最初に言ったみたいに第2ライン、まあ、限界まで引き近づいて第2ラインで当てれる、ほぼ敵が避けられないよっていうような状態のところまで持ってって攻撃を与えるっていうのがあります。まあ、今の環境ね、艦載機の在庫数もね結構増えているっていうところもあるので、多少耐久が高い船がいても無茶できるっていうのが今の環境になるので、ね、それはやっていきたいんですけど、まあなので、まあ、よっぽどね耐久の高い船とかのところで集中的にね、もう戦艦に巡洋対空艦2隻の中、合計4隻の中、延々と
そこに攻撃をしますとかじゃない限りは箱になることっていうのはほぼほぼないと思うので、仮に箱になったとしたらね、結構今の方、今の環境の方が前回の環境よりも、もう空母はもう何もできないっていうのは結構激しいので、そこはね、気をつけていかないといけないかなと思います。まあ、戦場に戻るんですけども、まあ、これで母体ですね、しっかりと動かしてあげて、こっちのアルファ方面クリアになったので、このまま母体も上げて、敵との距離を詰めていって、航続機が、艦載機がしっかり届く範囲まで移動していかないといけないので、随時動かしていきます。敵は戦艦と、空母1なので、艦艇数的には勝ってますので、まあ、あとはキャップの問題ですね。まあ、味方にキャップに、ゲットしていただいて、僕はそのまま敵の戦艦に攻撃を流すという形です。まあ、こうやって戦艦ね、左に流れてくるかなと思ったら、まあ、ちょっと縦に立てられるので、そのまま後ろ、真後ろから投げてあげれば、ポーベダの魚雷っていうのは結構密集しているので、まあ、どちらかに振ったらね、どこかにケツの艦尾のですね、引っかかったりとか、お腹の方に引っ掛けてね、事故ってしまう、事故って魚雷に当たってくれるってことも多々やっぱありますんで、そういうところはね、後ろから狙ってあげるのかなと、いいと思います。あれが逆に斜めのラインから入ってくると、そのまま事故をずらされてね、ぐるーっと右に回られてしまうっていうのもあるんで、真後ろからああいう時は投げたりするのがおすすめです。逆に正面から投げちゃうと、新艦作動距離が発動する前に詰められるっていうのは結構あるんで、ポペダの新艦魚雷の発動距離は結構長いんでね、そこは詰められたりするとちょっと困るので、まあ真後ろからが基本的にはいいのかな。遠ければ遠く行くほど別に魚雷の射程が届ければ、浮いてくればね、大丈夫ですので。でね、戦艦の速力よりも魚雷の速力の方が勝ってますんで、そこでね、どっかで引っかかるっていうのもありますよね。ああいうところは、だからこういうふうに真後ろから行ってあげるのがいいかな。まあ、真横から行ってあげるのは一番理想的なんですけど、実際は。なかなかね、ちょっとうまくいかなかったりとか、まあ、今の状況だとちょっと難しいのかなと思うので、そのまま真後ろから流していくという形です。まあ、もちろん真横から狙えるものは基本的にね、優先的に真横から狙ってあげて、しっかり魚雷が当たるようにしてあげるのが一番いいんですけども、まあ、ポメタの魚雷もね、7本飛んでくるんで、今はね、6本から7本に増えて、ダメージ自体はちょっと下がってる部分もありますけど、まあ、ダメージしっかり上げることができれば、変わらないダメージですね、1番とか普通に入ったりしますんで、そこはね、変わらないので、いかに当てるかっていうのも大事だと思いますが、まあ、あとは空母のみ、ですね、なりましたんで、このまま空母のみやってきてます。まあ、よくね、空母からですね、まあ、戦艦乗ってる人も巡洋艦乗ってる人は、攻撃される回数が増えたっていうふうによく、まあ、言われるんですけども、まあ、どうしても、まあ、何回も言ってますけども、航続距離っていうの、そういうものができてしまったので、やっぱり、一番最初に、駆逐を探さないといけないんだけど、駆逐を探すまでにも届かないんで、足が。とりあえずでも攻撃しないといけないってなってくると、やっぱ前に出てきている戦艦や巡洋艦の方を優先的に狙わざるを得ない。どうしてもそこにも敵がいる、あ、攻撃しなきゃ、じゃあそいつらしかいないってなってくるんで、そういうところでやっぱ攻撃の、ヘイトがどうしても高くなってしまっているのかなと思います。まあ、そこはね、ちょっとどうしても難しいところではあるんですけど、対処法としてはもう、対空砲とかにガンブリしてもらうか、ちょっと島に近づいてもらうか、でも、かなそれしかないかな、まあ、戦闘機も、まあ、水上艦の艦載機自体も今そんなにも行きしてないので、ちょっと難しいんですけど、まあ、そういうところはね、ちょっと大事なのかなと思います。あとはまあ空母1隻だけなので、このまま撃沈するために爆弾を狙っていきましょう。手っ取り早くね、攻撃したいという時はもう、ポメダは爆弾がやっぱ一番早いんでね、雷撃だと浮いてきて、雷速が、浮いてくるまでにも、雷速までもですね、そこまで早くはないので、ああいう時は、爆弾の方がいいと思います。で、このまま5隻撃沈して、クラーケン、取れて、まあ2ですけども、まあ良かったのかなと。まあいう形になりますが、まあ、ダメージも10万、まあ、そんなにね出せなかったですけど、
ちょっと難しくなってしまったかなっていう部分は感じるんですけど、まあ撃沈はできるところは、まあ今回のですねアップデートでですね、やっぱり大きく変わったのは、空母自体のですね、まあ今まであったその視界取りとかそういう役割がですね、まあほぼ消失してしまった、なくなってしまったのかなというのは強く感じます。で、空母今までサポート側に回ってましたけども、かなりアタッカーに気味に、よりに変わったのかなっていうのも、全体的に、多く感じることはありますね。なんで、まあ実際のところ、まあ、戦場に与える空母の影響っていうのは、まあ、視界取りとかそういうところでは、まあ減ったとは思うんですけど、まあそうですね、全体的にはまあそんなに今までとかあんまり変わらない部分も、まあ逆に戦艦やね巡洋艦の人たちにするとまあかなり負担が増えたっていうのはあるし、口からすると負担はかなり減ったんじゃないかなっていうのはあります。なんでまあ発見されてもね、レーダーには映ら、まあレーダーというかマップにはほぼ映らないですし、早い時期にね発見された場合ですけど、まあ、魚雷もね艦載機で見えたとしても後ろの後続艦にはもう発見されることは見れバレてることはないので、魚雷も当てやすくなっている部分はあると思いますんで、まあ、そういうところでは駆逐はわりかし、まあ、動き方としてはちょっと動かし方が良くなったのかな、まあ、ちょっとね負担が減ったのかなと思います。まあ、ただ言ったところでもね、駆逐自体のね仕事というか、まあ役割というか、まあ、メトリっていう部分は、まあ動画内でも言いましたけども、まあ、今まで以上に最重要項目っていうところでね、軍と優先順位が上がってきている部分はやっぱありますんで、まあ、魚雷流すだけが、お仕事じゃないですし、やっぱメトって魚雷流してキャップを取ってっていうのでありますんで、まあ、そういうところの駆逐の立ち回り方っていうところだけ考えると、レジェンズがリリースされた当時と同じ状況に戻ったんじゃないのかな、まあ、逆に余計難しくなった駆逐に関してはじゃないかなと思います。まあ、レーダー化も増えてますし、ソナー化も増えている中でですね、そういうところで、駆逐たくさんマッチした中で、やっていくと結構生き残っていくのは難しいところもあると思いますけど、まあ、そういうところでは、あるのかなと思います。まあ、その他にも、空母に関してはですね、やっぱりまあ、加賀爆発的にちょっとね、強くなった気もしますけども、まあ、加賀だけじゃなくてね、レキシントンもインプラカブルもそうだと思いますけど、まあ、ありますね。まあ、僕の中で一番印象が強かったのは、グラフゼッペリンですね。まあ、今まで爆弾ね、急降下爆撃当たらなかったのがね、これがね、当たるぞ、こいつっていう。ところはちょっと個人的には嬉しかったです。まあ、グラフゼペリンとかに関しては、もうあの、艦載機の速度がね、ちょっと速すぎて、目標の選定をしたんですけど、まあ、レティクルがね、収束するまでにね、合わないっていうのが結構ちょっとあるんで、まあ練習はしてるんですけど、まあそれはおいおいね、また動画にしていきたいと思います。はい。まあいかがだったでしょうか。まあポメダのですね、実況解説になりますが、まあ改めて、ポメダのですね、今の環境下でも、まあ、使えると思います。僕はそんなにね、ポベダ弱いとは、弱くなったなとは思ってはないです。ちょっと逆に攻撃当てるのが難しくなったなって思ってるぐらいなんですけど。まあ、そういうところはね、ありますか。今後ね、ポベダも、空母ですね、その他の空母ですね、引き続き乗ってって、まあ、動画にできるものは動画にしていきたいと思いますので、またよろしければね、ぜひ、遊びに来ていただけたらなと思います。また気になった点やですね、どうした、こういう時どういうことがしたらいいのとか、空母に関する質問であったりとか、水上艦に関する質問であったりとか、まあ、いろんなことね、あると思いますが、まあ、若僕の測る範囲でですね、あれば、お答えできますので、その時はね、気軽にコメント等をいただけたらなと思います。はい。ではですね、今回のポベダの動画いかがだったでしょうか。では、皆さんのですね、ちょっと締め方下手くそになっちゃったけど、まあ、皆さんの、お船ライフですね、より良いなるように、より良くなるようにですね、祈っております。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。できますんで、ポベダもね、やっていきたいと思います。